ハリケーン・ミッチは、1998年10月下旬に、ホンジュラスに上陸し、中米諸国を襲って、甚大な被害をもたらしたハリケーンである。震ロズ1998年10月22日に、カリブ海で発生したハリケーン・ミッチは、カテゴリー5の勢力にまで発達し、その後ホンジュラスに上陸して、甚大な被害をもたらし、その後も、グアテマラヤニカラグア、 コスタリカやエルサルバドル、ベリーズやメキシコ等で多大な被害を出した。ミッチの中心気圧は一時905ヘクトパスカルにまで低下したが、これは大西洋におけるハリケーンとしては2007年のハリケーン議員と並んで過去8位体の勢力である。このハリケーンにより特にニカラグアやホンジュラスでは全土で激しい風雨に見舞われ、ホンジュラスでは 特に深刻な被害となり、およそ14,600人が死亡した。日本からは、医療、貿易、輸送活動を実施するために、国際緊急援助隊として自衛隊部隊が初めて、海外に派遣された。ミッチという名前はこのハリケーン限りで、使用中止となり、マシュという名前に置き換えられた。ABCD ホンジュラスハリケーン・ミッチ20年の都度意識点2018年度、緊急援助ニュースリリースニュース JICA。www.jICA.go.jp。2020年8月2日閲覧。a b a p ー l h a 6 s e i k y o u n e j p 2020年8月2日閲覧。ハリケーン・ミッチの被害。 w w w p l a l a o r j p 2020年8月2日閲覧ありがとうございます。